はい、皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日からね、黒い砂漠、ブラックデザートのリマスタード、をちょっとね、やっていこうと、前回ね、お試しでちょっと動画作ったやつがあるんですけれども、まあね、ちょっとなんていうのかな、最初から、このゲームを、まあ、楽しんでいくと。まあ、あんまりね、他のゲームをやってたりもしますし、なんなら今、ちょっとそっちの方が、結構盛り上がってますんで、ちょっとね、こっちの黒い砂漠を本気でやっていくかっていうと、まあ、ね、本気でやっていくかって、本気でやっていくんだけど、そんなにね、頻繁にね、更新があるかっていうと、そんなにやるわけじゃないと思います。だから、なんていうのかな、ちょこちょこやりながら、まあ、動画ができたらね、上げていくみたいな形だから、そうだね、まあ、そうですわ。とまず、そんな感じでちょっとね、やっていきましょうか。ね、で、ちょっとね、設定をちょっといじりますんで、いじってからちょっとスタートします。じゃあね、やっていきましょうか。やっていく前にね、ちょっとなんでね、始めようと思ったかみたいなのをちょっと経緯を説明しようと思うんですけどもね、この黒い砂漠っていうゲーム、まあ映像が綺麗だっていうのはもうね、まあ一番の売りであると。あとキャラクターのね、細かい設定とかね、キャラクターメイク、一番凝って作れるのは多分このゲームじゃないかなとは、まあ思ってるわけですよ。で、まあね、そのキャラクターだったりね、この世界だったりが、まあ綺麗に映る、ためにはまあ、そのパソコンの能力ってもんが、まあだいぶ必要になってくるわけですよ。でね、私ね、ちょっと最近、ちょっとね、なんていうのかな、GForce、GTX1080Ti、が搭載されたね、まあゲームカード、グラフィックカードか。が搭載された、まあ、グラフィックボード、をちょっとまあ手に入れまして、ちょっとね、それでね、まあ私のパソコンのスペックがちょっと上がったぞと、まあ、いうこともありますんで、ちょっとね、この黒い砂漠を、まあ綺麗に皆さんにお届けできるようになったんじゃないかと、まあいうところで、まあちょっと始めていこうかなと思ったわけです。まあだから私もね、この、なんだろう、まあスペックになってからちょっとこのゲームあんまりやってない。なんだったらキャラクターメイクしかやってなかったわけ。で、まあね、これからね、その綺麗な世界を皆さんに、ね、お届けできればと思って、始めようと思ったわけでございます。というわけでね、じゃあやっていきましょうか。で、今日はね、キャラクターメイクはちょっと載せはしません。もう作ってあります。作ってあるキャラクターを、まあ、なんていうのかな、引っ張ってこれる、ね、新キャラに、まあ、ちょっとそれを使って、キャラクターメイクはちょっと省いていこうという感じでございます。じゃあ、いきますかね。はい、というわけでね、今回ね、まあ、使うキャラクター、まあ、このゲーム、まあ、前回の動画でも、ちょっとまあご説明しましたけれども、まあ男女いるわけです。ただね、これ例えばアーチャーね、アーチャーっていうクラスに、ね、男女を選べるかって言ったらそういうわけじゃなくて、アーチャーっていうクラスはもう男性しか選べません。ウォーリアーっていうクラスは男性しか選べない、ね。で、レンジャーっていうクラスはご覧の通り女性しか選べませんと。操作レスもそうね。まあ、そんな感じでね、まあ、ジョブごとに、ジョブっていうかクラスね、クラスごとに、まあ、性別が固定されていますよと。ただね、この、まあね、アーチャーと、まあ、レンジャーね、まあ、多少のね、性能差ありますけれども、大体はね、似たようなクラスで作られてると。まあ、だからこんな感じですよ。ね、クラスの名前違うけれども、ね、似たような、まあ、ロールプレイはできると、いう感じなわけ。だから、このブレイダーと椿。ね。
弓と刀使うね、ブレイダー。椿も弓と刀使う女性キャラ、うん、で、なんだ、格闘家とね、まあ、拳一つで戦う格闘家とね、ミスティックっていう女性の格闘家ですね。こんな感じですね、ウォーリアーとね、剣と盾で戦うウォーリアーと、ね、もちろん剣と盾で戦うバルキリー、まあ、こんな感じ、うん、まあ、一応あるわけ、操作とウィザードみたいなね、うん、分かってもらったかな、うん、まあこんな感じなわけで、うん、やってか、ウィザードとウィッチだなこれ、ね、うん、さあじゃあやりましょうか。で今回ね選ぶクラス、まあ、前回バルキリーでやったと思うんですけど、レンジャー、ね、私やっぱりね弓を使う好きなんですよ。どんなゲームでもね、まあ、弓というか遠隔の物理が好きなわけです、うん、というわけでね今回、まあ、アーチャーでもいいかなと思ったんだけども、ね、ニューラス、アーチャーもかっこいいんだよね、うん、まあ、これはまた別の機会にちょっとキャラクター作って、かっこいいイケメンでしょ、うん、まあ、今回はレンジャーのキャラクターをちょっと作ってあるんで、うん、ちょっとレンジャーでやりましょうか、ね、はい、というわけでね、これが皆さんね、ご存知、キャラクターメイキングの画面でございますね。カスタマイズ、髪型選べたり、ね、顔、体。で、音声をまだ作ってないな。で、姿勢っていうのは、まあ、街、ね、こういう、待機状態の、うん、姿勢を自分でね、カスタマイズできるみたいな機能だと思うのね、これね。うん、で、服装は、これ、別にこれで始まるわけじゃなくて、ね、こんな服着たらこんな感じだよっていうプレビューができるように、まあ、服設定みたいなね、うん、ご覧の通り、ご覧の通りだねまあだから、まあ、体のね、ライン決めやすいように、まあね、下着姿もありますと、ありがとう。で天気があったりね、自分のキャラクターのね、見方が、うん、これで分かりやすくなる。あと星座とかね、多分なんか成長に多分影響していくんでしょうね。私はこのゲームあんまり詳しくないんで、うん、分かりませんけれども、多分そういうことがあると思います、うん、というわけでね、作ってある、うん、キャラクターがありますんで、ビューティーアルバム、うん、これね私がねある程度作った、うん、まあ、キャラメイクしたね、うん。ちょっとこれ途中なんだけど、男性キャラのね、かっこいいイケメンちょっと作ってこともだ。イケメンっていうかね、なんだろうな、エルダースクロールズでいうノルドみたいな、ちょっとね、いかついね、英雄みたいなの作りたかったんだけど、ね、ちょっと今、途中、うん。で、今回ね、使うのはこちら、うん。ちょっとこっちもね、こっちのちょっと人気あるんだよね。二人ぐらい使ってくれてる人がいるんですよ。うん、まあ、こっち。まあ、これね、見てわかる通りでね、こっちのね、ブリトリアーナちゃんに、うん、ちょっと寄せてるんですわ。この見た目、最高の出来だなと思ってて、うん、これにちょっと似せてます、うん。というわけで、適用っていうのを選ぶと、うん。というわけなんですわ。うん。いや、これはありがたい機能だね。だからね、なんだろうな、カスタマイズね、キャラメイクしたいなーって日は、別にゲームしないでね、キャラメイクしたいなーって日は、まあ、これでね、ここで、まあ、作るなり、なんだろうな、ゲーム中でもエステっていうね、機能があって、その中で作って、まあ、それに変更せずともね、ビューティーアルバムに保存しちゃえば、うん。まあ、いざって時、そのキャラクターにもできると、うん、いう感じ。いや、なかなかいいですよ。うん、ちょっとね、今回のキャラクターはね、ちょっとね、ちょっとスマートな感じにしてます。あんまりね、ボンキッボンのね、ナイスバディの子じゃなくて、うん。で、ちょっとね、決めてない部分、ちょっと体、背の高さ、身長でもそんなに、うん、そんなに高くなくていいと思うんですよね。そもそも結構ね、高いと思うわけ、レンジャーって。エルフだし、ご覧の通り、耳が長い、うん。で、このゲームのプレイヤーさんって、やっぱ背高い人少ないわけ。うん、みんな多分低身長の可愛い子を作っちゃうから、うん。だからね、ちょうどいい高さになるんじゃないか、これぐらいが。うん、さて、じゃあ、声決めましょうか。
1の子ええあ、でも1位いいな。クヒこれね、どうしたの、どうしたの、あ、眠いのかおっあ、1位いいな、1位いいな、すごい1あってあ、ちょっとかっこよすぎる、2はちょっとかっこよすぎる。あ、9いいよ。あ、9いいな。ちょっとね、あんまりね、人が好きじゃないっていう感じ、うん、あんまり人との関わりは持ちたくない人、うん、っていう、ちょっとね、裏設定をつくってます。あ、いいな、9いいな。9位、9位にしましょう、うん、あ、これでもあれ決めれるね、ちょっと太くしてみようか細くすると若い、うん、ちょっとね、ちょっと細寄りにしてみたらどうなの、細寄りにしてみたらどうなの、あんまり変わんないの、あ、いいね、ただもうちょっと、もうちょっとだな、もうちょっと元に戻して、いいぞ、笑おうよし、これだ、これに決めた、うん、で声はいいね、声はいいと姿勢はもうあんまり変えたことない、あのおかしくなるからなんだろう、うん、あんまりねこれのやり方慣れてないと多分ね、あんまりうまくいかないと思う。で、ちょっと一応星座は前も確認したけれども、一応見てみましょうか、一回。うん。縦座が、粘り強さと忍耐、従順または芸達者。うん。基本的なヒーロー感が出てくる感じだな。うん。先見の目、大きな意味を持つ、素早い観測者、巨人座。なんだろう。巨人らしさの絵なんだ。ラクダ座、粘り強さと忍耐、従順、または芸達者。あれ、これ見たな。あ、これ違うわ。まだ、あれ、もともとラクダ座だったんだ。縦座をクリックしなかったんだ。なるほど。二世的、自分に厳しい。ごめんなさい。計画的、なるほど。どこと座いいね、でもね。じゃあ。黒竜座、富と名声、崇高。細やか、敏感、社交的、うん、社交的じゃないんで残念、うん、愚直、陳腐、優れた知識、天才をまたはバカ、なるほどね、いいね、これでもなんかちょっと突飛なやつにね、この星座を当てがいたい。ゾウ座、名誉、信仰教、がっしり、献身、信頼できる、いいね。でもこれはタンクのなんかがっちりした屈強な男性でね、やってほしいですわ。馬車座、行動力、富を持って生まれた、貴重、理解、打算的、うん、なんだろう、商人だね、やっぱね、うん、馬車座、わかりやすい。封印石座、身長、風変わり、秘密を持つ、短命、短命は嫌だ、短命は嫌だよね、誰だって嫌です。ゴブリン座、言語術師、信念、理性的、物質的、うん、優れた処世術、なるほどね。まあ世間に取り込まれやすい、飛び込みや、ん？入りやすい、入り込みやすい、うん、のかな、ゴブリン座っていうのは。萩座、優れた集中力、知識探求、ゆったり、決定力がいい、あ、いいな。萩座いいですね。萩座今んとこ候補に上がってますよ。ハンマー座、勇敢補修、忠実、協調、血の気が多い、なるほど。格闘家なんか良さそうですね。船座、風流を楽しむ、楽観的、自由、放浪者、なるほど。詩人、なんか吟遊詩人的な人、うん、いいかもしれない。鍵座だね、やっぱりね、うん。よし、じゃあこれでいきましょうか。で、名前、
仮名っていうのはね、私のアカウントに付けられた名前ですね。まあ、そもそも私、やっぱりレンジャーを主にやっていこうと思ってたんで、ちょっとね、エルフっぽい名前を付けようと思って、エルフ命名メーカーみたいなので作った名前です。でね、やっぱり、私、エルダースクロールズから名前を引っ張っていきたいっていうのがあるんで、エルダースクロールズのキャラの中でね、弓を使ってるキャラと同じ名前にしようかと思ってます。多分使ってる人いないと思うんで、どうだろう。作成完了でいいね、アムライルちゃん。あ、すでに使われてる名前だって。意外といる。ちょっと待って、じゃあちょっと待ってね、名前作るから今、今から。ちょっと待って、いや、おめえないぞ。あのね、やっぱ日本のカタカナで名前入れたいわけ。そしたらね、日本の人だなっていうのすぐ分かってもらえるんでね。おお、ちょっと入れてみようかな。わ、知ってる名前出てきちゃった。どうだろう、エレウメ。さすがにいるでしょ。お、いけんじゃん。いや、まあ、どうだろうな、これ。エルダースクロールしてる人がこの名前見たら、ちょっと、ってなるかもしれないな。いけたよね。作成完了。いけてるはずですわ。どうした？ダメなの？エレンウェイだとどうだろう。あ、なるほど。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。今赤字の風になってたから、あれダメなんだね。エレンウェイにしてみようか。あ、あれだ。半角スペースとか入ってたんだ、きっと。エレンウェイでいいわ。エレンウェイの方がかわいいな。あ、すでに使用されてる。そりゃそうですよ、ここら辺はもう名前に困ったエルフ好きが多分使ってますよ、絶対。あ、いけた。いけました、いけました。よし、じゃあ行きましょうかね。初期装備こんな感じなんですわ、よし、じゃあちょっとね、前置き長くなりましたけど、行きましょう。気づいたか。誰？これは忘れられた世界の記憶。すまない、だが分かってくれ。あんなムービーあったかい？これはあれなのかな、やっぱりリマスターだからなのかな。あ、もうある程度、ある程度だ、決まってるな。コントローラーで今動かしてますよ。なんかでもちょっとかわい、声がかわいくない？ちょっと。ちょっとね、なんだろうな、やっぱりね、ちょっとこれは設定いじんなきゃダメみたいで、出られないんだけど。シフトとダブルキーを同時に押す。これコントローラーの案内も欲しいな。あ、いけるいけるいける、マウスをカーソル活性化してみよう。CTRL キーでマウスカーソルを活性化させ、画面に表示された通りにクリックしてみて。これで、ね、ポインターを活性化させて、左ボタン。
いいよいいよ、位置を変えたらもう一度クリック。ここか。こんな練習いらなくね。でもうん、体を動かしてみようか。はいはい。でこのマウスを活性化をやめさせるのはもう一回押せばいいんだね。なるほど。目標地点まで移動してみましょう。目標地点のここ、違うの、なんかマーク出てる。どこよ。これ？これだ。うん。で何かいいものがあるんじゃない？回復剤とか、回復剤とか、回復剤しかねえ。うん。で歩きを押すと相互作用が可能だ。なんかいろいろ言ってる。R をどこに設定してたかな。あ、これだ。左スティック押し込みだ。使えそうなものを探してみる。うん、何個か持って出た。これで会話終了だ。 OK。 でバッグを開くと獲得した回復剤を確認できる。愛用してバッグを開けてみな。ね、私は確か、スタートボタン。うん。まあ、あれだね、ゲームコントローラーでいうスタートボタンの位置に、これ設定していると。メニューを開く画面ね。で、どれだ？バックか。で、これを、ポーションをバックに光るものが、マウス右クリックを押すと使用できる。で私は右クリックをどこに設定しているかというと B ボタンか。なるほど、ショートカットに、うん、追加されたから、1を押せば使うよと。使いました。で別のことを教えてやると。スラッシュを押すと俺を召喚して依頼を受けることができるぞと。なるほど、スラッシュを。ここはもうキーボードで。うん、お前と俺二人だけのことを考えればいい。人間は俺たちにとって面倒なことばかりやらせるじゃないかって言ってる。うん、依頼を受けますと。うん、これメイン1、なんだろう、繰り返し推奨依頼繰り返し、なんだろうね、これね。これはなんかあるんだよな。うん、おすすめってことかな。うん、でこれが冒険の始まり。これをやるんだね。起きたか。あまりにも長い間気を失ってたから俺が他のやつに宿ったかと思ったぞ。うん、そのびっくりしたような顔はまさか俺のこと忘れたのか。約束したじゃないか。まあ大丈夫、結局すぐ思い出すはずだからな。ヒヒ、うん、これ全部読んでく俺が。大変だなきっと。外でお前を待っている奴がいる。俺は隠れてるからお前話しかけてみろ。うん、周りの奴ら気にするな。俺の姿はお前にしか見えてないからな。なるほど。よし。股間から出てきた。うん、というわけで、まずは、道案内の線に従って目標 NPC まで行ってみよう。これか。君をここに導いたのは運命なんだろうな。そうなの。喋ってることと言ってること違うな。あ、気づいたか。俺は遺跡探検階段だ。向こうで倒れていた君をここまで連れてきたんだ。あ、君が連れてきてくれたのね。ありがとう。ありがとう、ありがとう。ん？俺にあんたのことを聞いてどうする。これは参ったな。
こんな時に記憶を失った旅行者か。なるほど。記憶を失ってるから、ね、エレメちゃんは、ダンさんに、私誰なんですかって来たわけね。なるほど。わけがわからないこと言っているような顔だな。ここはバレノス西部警備キャンプ。君に何があったのかは知らないが、ここは安全だから安心していい。闇の中でも光に向かって動いてくれ。なんか言ってくれよこれを。全部言わなきゃなんないじゃない。俺は君が衛兵とか冒険者だと思っていた。確かに普通の農夫の姿ではなかったからな。確かにそうだね。よし、まずは体を動かしてみれば何か思い出すんじゃないか。ここの訓練教官アームストロング殿を訪ねてみるのはどうだ。彼の訓練を受けたらこれから大変役立つはずだ。度量の大きい方だから心よく手伝ってくれるだろう。よし、これを承諾すると。経験がだんだん道を見せてくれるはずだ。古代の石室ではどんな過去に会えるか興奮を抑えられないよ。探検家だからね。会話終了で、何これ。ドキドキフォーチュンクッキー受け取り。あ、選択する必要。どれがいいの。まあ、適当に選んじゃおう。どっちもありがたいアイテム。待って、これは幸せの年末年始イベント。2018年11月28日メンテ後から、19年1月16日メンテ中前まで。これ受けてないじゃん。ログインボーナス。他のゲームで多分、他のゲームじゃん、他のキャラクターで多分ちょろちょろインしてたからね。5日目まで来てる。よし、それで、オートランを利用すれば楽にいけるぞと。オートランどこに設定してたかな。うん、これオートランじゃない、これオートランじゃない。あ、十字キー上でオートラン勝手に向かってくれる。ありがてえ。これはこの機能はアームストロング隊長。凡人は人生の全盛期に執着する。お、ずっと倒れていたって言ってたあの子だな。エダンのやつが様子を見に行ったと思ったけど起きたんだな。そうです、起きました。あなたに会うといいと言われたんで。ちょうどクリフ隊長が衛兵を集めろって命令したけど、よかったよかった。うわはは は, は何、記憶がない。大丈夫、俺に任せな。訓練を受けると一人前になれるはず。俺の前で訓練している兵士たちが見えるか。さあ、カカシを相手に練習してみるなどだ。良いスキルを学ぶことで生き延びることができる。なるほど、ありがとう。依頼、基礎戦闘。ヒヒ、まだよく分かってないってことだな。俺たちが奴の言うことを聞く必要があるか。俺たちはここにいる奴らと違う。ヒヒヒ、もう十分強い。まあ適当にごまかそう。それともカカシを相手にすることもいい。望むもやってもいい。ヒヒ、まあカカシをちょっと相手してみようか。カカシこれだね。これでいいのかい。キック、ジャンプ、ジャンプ A ボタンに設置してるな。これ通常攻撃がバツボタンに設置してるな。ほい、ほい、キック、いいのか。何、スキル強化アームストロングさんともう一回話すと。俺のところに来なくても行動力を使用すればスキルを覚えることができる。ちょっと待って、もう一度見たら君ただ者ではないな。彼なりに長年修練したようだ。スード型を見ただけでわかる。すぐ実質に出ても問題なさそうだな。おい初期官、ここに新たな兵力が補充されたぞ。敵が強く感じる場合は
少し弱い相手で力を養うといい。うん、分かりやすいアドバイスありがとう。何をそんなに驚く。俺の目は正しい。あなたの動きはもう立派な兵士だ。そしてちょうどあなたに相応しい仕事がここにある。インプ相当だ。結構厄介者だ。こんなに実戦に早く投入されるのは珍しい。あなたのようなよそ者が成果を上げるには一番いいチャンスだ。西門を仕切れるジェイミー分隊長に会いに行け。このアームストロングは直々に傭兵推薦状を書いてあげよう。うはははは。クリフ隊長は大したお方だ。なるほどね。彼に使えるのは名誉あることだ。これであれかな、もしかしたらこのワールドに降り立つことができたんじゃないだろうかと思うんだけど。よし、じゃあジェイミー分隊長に、話しかける。これだね、ジェイミー分隊長。でもなんかさ、なんだろう、一生懸命進めてたけども、この世界の綺麗さを皆さんにお届けしないとまず。いやー、ご覧ください皆さん、すごい綺麗だね、うん、キャラクター、私のキャラクター、うん、うん、かわいい、かわいいわ。どの距離でも、どの距離でもかわいい、うん、いやー、いいキャラできたよ。でもやっぱ背高いな、ちょっとほらほらほら見て、普通のね、人間種族の男性と遜色ない背の高さ。やっぱりこれ一番低くしてもよかったのかな。まあでもエルフこれぐらいやった方がやっぱり、うん、雰囲気出るね。やっぱ長身であってほしいってのありますからね。よし、じゃあ行きましょうか。クリフ隊長はハイデルの英雄です。新しく訓練した方ですか。正規軍ではないようですね。僕は西門の防御を担当するジェイミー分隊長です。私たちは誇りを失いません、うん、全然関係ないことになる。どうしてここに来たのか分かりませんが、ここはセレンディア正規軍であれ衛兵であれ何の関係もありません。もちろん戦争は悲惨です。しかし誰にも公平です。よそ者にも先行を立てるチャンスがあります。ふむふむ、特に僕と一緒だから運を掴んだのです。戦友だけちゃんと世話してあげろという教えがありますから。ははは。実力さえあれば僕の推薦状をもらえると思います。セレンディア唯一の姫様ジェレット・ドモンガット様への推薦状ですよ。説明が長くなりましたね。一応ここに慣れなければなりませんね。まずインプ兵について調査してみませんか。南の深い森で木々が動いているとの噂があります。新人冒険者、ここは危険な地域です。あなたのような経験不足の素人冒険者が来るところじゃありません。キャンプで生活したいならもっと経験を積んだ方がいいでしょう、うん、夜にはインプの襲撃で眠れず大変な状況です、うん、まだ私が経験不足だからこの素人冒険者は受けられないということなのかな。で、ご覧の通り、ね、あそこにインプがたくさんいますけれども、シフトじゃねえや、うん、ここね、うん、地図見たら分かるように対象が赤く、うん、表示されてます、うん、まあ、しばらくこれをやるんだと、うん、いうことですね。よし、じゃあやってみましょうか。楽勝つらそうか。いやもういいな、一方的。そしてレベルが上がった。まだやんのこれ。完了、右クリックで闇の精霊を召喚。大丈夫そうだね。よし、どう、インプ兵がどんなやつなのか分かった。さあ、やつの友達も全部やっつけよう。今からはインプ兵がどんな状態なのか明確に分かるはずだ。知識の力だ。ここからあそこまで全部インプたちだな。ヒヒ。さあ、やつらがお前を恐れるようにしてやれ。なるほど。あ、ちゃんとターゲット出てて。あ、おい。
あ、インパ入った、インパ入った。すげえ数いる。すぐ湧くけど、まだ足りないか。よいしょ、どうだ、どうなの。あ、OK、じゃあ依頼目標を達成した。あと1回戦闘エリアから離れよう。GTRL 押してみてって言ってるわ。はい、これクリックしたらいいんだな。これじゃ右クリックじゃねえや、これな、違うの違うの、これじゃないの。はい、あ、これじゃねえんだ。あ、そうか、この人の、あ、このマークがね、クエストを依頼し終わりましたよと。で、これ、十字キーの左側で、武器構えたり、うん、下げたりする設定にしたね。もし、森で乱暴な熊に遭遇したら、お逃げください。本当に危険なんです。ありがとう。すごいですね。奴らの悲鳴がここまで聞こえてきました。インポをとても簡単に退治できたからと。できたことから見て確かに実力者だね。セーブキャンプです、うん、ジャレット姫様がいらしています。めんどくせえな、その設定。おかげさまで正門の警備状況がだいぶ良くなりました。約束通り姫様に推薦状を書きましょう。他の誰でもなく正門の防御責任者である僕が直接書いたのですから、姫様もよく見てくださるはずです。あ、姫様はとても気難しい方です。だからあの方の前でちゃんと礼儀正しくした方がいいですよ。そして今書いた、ん？今拭いた汗を、あ、今書いた汗を拭いてからお目にかかることをお勧めしますが、ハンカチでも貸しましょうか。ハンカチ貸して。西部キャンプの兵士に志願するおつもりでしたら、記録しておきます。姫様と会えばいいんだね。あそこに立ってる柱を目指せばいいか。あ、いる。ドモンガット。はい、ジャレット姫。ジャレット姫は本当にもう、あ、ごめんなさい、この田舎、ごめんなさい、いらないことばかり、うん、早く終わらせて城に戻りたい。ジャレット姫の服装かわいい。クリフの小言はもううんざり、聞きたくないの。一人ごとずっと言ってる。こんなことだと思った。ごめんなさい。星をもらいたくないのね。本当にもうこのど田舎、気に入らないことばかり。気難しい姫様だね。早く終わらせて城に戻りたい。ずっと言ってんのそれ。ジェイミー、ああ、インプもあまりいない。西門に配属されたあの胸くない、間抜けのやつね。まああの忠誠心だけはつけるけど、こんなことだと。しかしやつが何なの、みんな邪魔くせえ、星をもらいたくないのね。その邪魔だな、設定。このど田舎、喋るのやめざられないことばかり。何よ、また城に戻りたい。また私だけ知らないの。ほら、文献のことよ。クリフの小言はもううんざり。あの上品なクリフ隊長が若い頃に作ったっていう文献、あっちこっちでひそひそ話してるじゃない。みんな星をもらいたくないのね。すごい気になるのよね。どうすれば手に入るわけ。このど田舎、気に入らないことばかり。バカ、どうしてそれを持ってこない。早く終わらせて城に戻りたい。私が直接クリフに見せてなんて言えないでしょう。クリフの小言はもううんざり、聞きたくないの。こんなことだと思った。服装を見るとさすらいのようだが、たかがインプ数匹を退治したからといって、もうここで感触でも得るつもり。このジャレットの求愛を得たいならもっと能力を見せて。あ、そう、南に門にいるデュベインのところに行ってみること。もううんざり、聞きたくないの。こんなことだと思った。ずっと喋ってますよ、一言。めんどくさい。なんかできんのかな、設定、うん、ちょっと見てみますよ、設定。これ喋らせないみたいな、無理。無理でしたわ。まあね、普通に皆さんゲームされる方はね、別に喋ってるところを読んでればいいだけだからね、何の問題もないんだろうけど。いや、これは実況者泣かせだな。で、ディベインと会話する南側、こっちだね。
いたいたいた、殺した。アイデル人は誇りを忘れない。なんか最初の一言言うだけだったらね、全然いいんだけど。そう、俺がデュベインだ。南門の警備を担当している。ん？姫様から？ははなるほどな。ここは西部警備キャンプだ。ここはインプとの激戦が長く続いているんだ。名将クイフ様がいらっしゃるが兵力が足りない。その時にお姫様がキャンプへいらっしゃったんだ。何かを探すといい探検家まで雇った。助けを要請するためには素直にならないといけないだろう。よく聞いてくれ。私的なことにここのキャンプの兵力で動員した、兵力まで動員した。そうするためにはその発掘地まで補給を送らないといけないのに、さっき出発した補給兵から連絡がないんだ。困ったな。君はかなりの実力ある兵だと聞いた。補給兵を捜索してくれないか。そんなことは考えたくもないが、この周りには狼たちがよく出没するから、一応狼の巣窟を、調査してみる必要もある。クリフ様が大事にしているお姫様とはいえ、これは全く。ふう。偉大なるクリフ隊長がおられる場所だ。なるほどな。うん。その近くの狼隊長。あの、いるね、灰色が。よっ。なんかいろいろないかな。お、ちょっと強い。近くの狼大事。これは？どうすればいいの？インタラクトする。なるほど。あ、なんか必要なんだね。あ、すべてか。ファール押し込みでアイテム取れる。あー危ない。でなんか特殊なものを取るためにはね、あのそれ用のアイテムが必要ですと。なるほど、戦闘でも楽だな。さらにいい装備を、さらにいい装備を獲得しました。 R キーもしくはマウスクリックですぐ着用できる。なるほど。お、これを装備しました。なるほどね。これいいな。いい、なんか今使ってる装備よりもいい装備手に入った場合、あんな感じですぐ装備できるよと。へえ。でNPC 訪ねればいい。誰に訪ねればいいの？これちょっと待って、完了 NPC。 あ、そっちか。多分このマップのラインを追っていけばいいね。あ、あそこだ。あそこが目標地点。こんな感じで狼倒しながらね、あそこに向かってくれってことだな。よし、強いよエレンちゃん。そこに乗ればいい。いいぞ、レベルが上がったのだろう。この感じ、何草か。こういうのとか取れない。あ、取れる。びっくりした。いや、無理だろうと思ったね。いいな。めっちゃいいな。一方的だね。近接じゃない。よいしょ。あー、来た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 。なんか近接攻撃なかったっけ。あ、キック。
ジャンプする。ジャンプ中の攻撃って何か。これなんだろう。あ、ため攻撃だ。おお、かっこいい。こんな技あった。あ、これでもあれだね、あのリキャスターンだね。なるほど。あれはもうあれだね、必殺技的なやつだね。これ何よ、気持ち悪いな君たち。木の精霊でした申し訳ない気持ち悪いなって言って。あっちか。この子たちはでも襲ってこないのかな。優しい子たちでした。あそこか。道間違っちゃったな。下だ。降りれる。降りれる。あ、でかいやついるよ。でかいやつやばいんじゃないの、あれ。あそこにいる。そんなところにいたか。大丈夫かい。ああ、びっくりした。助けて、どうか助けてください。どうか助けてください。え、木の精霊じゃないか。あ、え、ディヴェイン様から。ふう、僕は木の精霊が襲いかかってきたのかと思いましたよ。ただお金をたくさんくれるというから、ラク様の安全な貿易も取り消して志願したんですが、いや、あの勇敢なクリフ部隊がすぐ目の前にいるのに四方をモンスターに囲まれるとは誰も思わないでしょう。冒険者様、どうか僕を助けてください。今回の補給に失敗したら僕の信用がガタ落ちです。なるほど、彼を助けてやる。どうすればいい。どうした。よく聞いてみろ。周辺にうるさい音が聞こえるか。小さいが邪悪な木の精霊たちが周辺にいっぱいいる。あ、邪悪なんだやっぱりこの臆病者が怖がっていた木の精霊たちがあのうるさい奴らじゃない。まさかお前も怖いのではないだろう。心配するな。俺のように小さいから簡単にやっつけられるだろう。ヒヒ。ん？俺はもともとこんなに小さくなかった。俺はもっと偉大な存在だったぞ。なるほど。なるほど、対象になったの。よし、やってやるよ。はい。すごい強い。結構いけるよ。かっこいい、この攻撃。いいね。いいですよ、連射。これ長押しでいいわ。関連だし。すごいじゃない。この移動しながら、横移動しながら打てる。で、かっこいい。ちょっと横移動しながら攻撃する。よし。どうなの、もう。もう助けたかな。あ、まだいる。言えば未成熟な木の精霊退治まだある。なんかいるの必要なのこれ。なんかそもそもが強いな。なんか未成熟な若い木の精霊、これじゃないね。あ、あれそこにターゲット。はいはい、よいしょ。わかりやすいな、このゲーム。よし、 OK だな。何今の。こんな技あった。
スタミナめっちゃつかない。あれ？助けれなかった？ああ、とりあえず。これで。ああ、なるほどね。ああ、そっち行けばいいんだ。あ、俺、あれだ。CTR。ゲームコントローラーでいうセレクト画面に、セレクト画面じゃない。セレクトボタンにちょっと設定してた。これでやりやすくなった、だいぶな。ちゃんとやってるじゃないの。向こうか。これ戦いたくなかったら別に戦わなくてもいいんだな。さっきもあそこにいなかった。思い切り巻き終わる音がここまで響いたと思ったら、これは冒険者様でしたか。素晴らしいです。おかげさまであの凄まじいところから無事出られました。へへへへ、これ全部冒険者様のおかげです。ふう、危なかった。せっかく手伝ってくれたついででもう一度助けてください。僕が行くと姫様に怒鳴りつけられるはずです。性格悪いことではセレンディアで一番だと噂が。おっと、なんてことを。聞かなかったことにしてください。ノイク様が聞いたら裸になって鞭で打たれるはずです。無事に呼吸が終わったってことだけなんとかお願いします。なるほどね、代わりに伝えてやればいい。お、川だ。すごいドスンって着地すんな。よしよしよし。これ多分ね、この旗なんかあんだろうね。これだって絶対プレイヤーさんが作った旗でしょ。ゲームの世界観だってぶっ壊してるもん。リーゼントでね、サングラスかけたひよこみたいな。だな。まためんどくさいことになるんじゃないか。これ多分プレイヤーさんだね。ん？これ違う。本当にもうこのど田舎、気に入らないことばかり。何？なんであんたが来たの？補給兵はどこに行ったわけ？執事、教授に補給兵を捕めてきて罰を与えて。クリフの小言はもううんざり。エダン、あいつ怠けてるの？難しいわけ？こんなことだと思った。連絡がない子ように。みんな報酬をもらいたくないよね。あ、エダンってさっきのやつだ。本当にもうあんたエダン知ってるでしょ。あの遺跡探検家ってやつよ。執事が言ってた、あんたを連れてきたやつがエダンだとね。城に戻りたい。とにかく私が調べたいことがあってエダンを雇ったの。でも何の連絡もない。本当に怪しいんだよね。もしかして他のところで黒い石を先に見つけてしまったら、ジョルダインががっかりしたらどうすればいいの？彼はまだいたの？何をしてるの？早く来なさい。今すぐ黒い石を私の前に持ってきなさい。ジョルダイン卿がすぐに私を迎えに来るはずさ。あ、しゃべる。言うことが変わった。こんなことだと思った。あんま変わってなかったな。みんなで石室番兵に状況聞く。向こうにあんだね、きっと。あ、プレイヤーさんだ。素敵な格好してたよ。いや、綺麗ですよ。びっくりするわ。で、ちょっと待ってね。どれだ。ゲームフィルター入れてるね。入れてる。これは普通の
で、私が今フィルターかけた感じのやつ、これね。まあ、どうしてるかっていうと、まあ、サイドを上げてます、うん。自然なサイドを上げている。だから、色がちょっと濃く見えますと。だから、青空がね、より青く、緑がより緑で、肌がね、より血色がいいと。世界が綺麗に見える。あ、なんか、あったわ。すぐに着用。装備した、今。装備したね。あ、ほら、ちょっとなんか変わった、見た目が。ほら。金属プレートが胸についた。かわいい。うん、かわいいな。ずっと見ちゃう。なにこいつ。君はイノシシだね。ちゃんと見た目に影響するんだね。で、あれだ、金属の鎧着た途端にガチャガチャ言い出して。いいですよ、この先だ。ジャレット姫の命令だから文句は言えないだろう。ジャレット様のご命令で派遣されたエダンのように、お前もジャレット様が送ったのか。そうだ。それとも石室の中に引きこもっているエダンの仲間か。変だな。あ、違う人だった。いつここに来たのか記憶がない。エダンというものを信用していいのでしょうか。ジャレット姫の命令だから文句は言えないだろう。待て、ここからは民間人立ち入り禁止だ。何？ジャレット姫様が？うん、石室の先に。あなたも苦労しているね。苦労してますよ。ここはバレス遺跡のなうち、バレス遺跡のうちの一つである古代の石室だ。見物構わないが、行動には気をつけてくれ。古代の石室。探検か？あのエダンとやらというやつの連れか。ここは本当に気になるんだな。俺たちがいつここに来たのか。今の音聞きましたか？記憶がない。なんか大変なんだね。奴らは洞窟の奥の方にいるんだ。入ってみろ。石室の先に古代人の石像がある。別に金になりそうなものはないようだけどな。何を一生懸命打ち鳴らしてるのか。文句は言えないだろ。言えたか？石室の先に古代人の石像がある。とりあえず行ってみようか。あ、見てよ。ちゃんと、うん、暗いところはちゃんとそれなりの演出がね、うん、で、なんかブーツもなんかちょっとプレート系になったな。これどうやって歩くんだっけな。歩く設定があったはずだよ。変わりやせんよ。変わりやすい。ああ、できたできた。これあれだ、武器構えてたらできないんだ。なるほどなるほど。じゃあさっきもそうなんじゃないの。じゃあいいやこれ、うん、カメラ元に戻すのが必要になったら。歩きずれ。オートランにして、まあいいよ、普通に行こう。うん、これ何？あ、なんかごめんなさい、シューズも手に入ってた。これね。うん。シューズになった。あれでもさっきの金属の感じのやつじゃないな。こっちの方が性能いいでしょ。お金になることは頑張って。ゴブリンたちだねこれね。いや、なんかすごいとこ来てんじゃないこれ。序盤で大丈夫だ。古代の石室ここだ。
値段いるね。ラフィーレッドマウンテン、ちょっと話してみようか。石画に刻まれた文字が事実ならとんでもない発見だ。古代人の知は知れば知るほどすごい。オーウェン、過去は未来を灯しません。あ、同じエルフだ。綺麗なお姉さんだね。はい、エダンと話しましょう。君をここに導いたのは運命なんだろうな。あ、エルメン、こんなところにどうしたんだ。体がすっかり回復したようで何よりだ。何、ジャレット姫が君をここまで送ったと。ここまで催促するとは、まさかジョルダイン、自治長が。うむ、わかった。俺たちがもっと急ぐことにしよう。君ももう帰るがいい。発掘じゃいつでも危ないからな。闇の中でも光に向かって動いてくれ。わかった。わからないことがあるかい、経験が答えを導いてくれるさ。どうしたの。ちょっとここまで来たのにもう帰るつもりか。この神秘な遺跡はもっと隅々まで目に焼き付けとけ。感じてるか、あの異物が俺たちを引き寄せてると。かなり古いけど感じたことがあるような気がするんだ。お前と俺、あ、これいつものやつだ。なに、なんか、え、なんか動き出したよこれ。うん、調べていいのこれ。なんか入っちゃうけど。ちょっと待って。それは面白くないね。よし、うん、異物のオーラと黒い精霊のオーナーが噛んじゃった。もう一回よ。異物のオーラと黒い精霊のオーラが同じように感じられる。異物に近づく。あ、ムービーのマグ出てます。ムービーになるんだねこれね。なになになに、ゴーベン、ゴーベンちゃん。エダン、ここを見て。異物に問題でもあるのか。まさかこのもののせいか。あ、エレンウェンしてないの。この方、弱いけど暗いオーラを持っています。ん、まだ覚醒はしてないな。何かあんの。黒いオーラについて覚えていることがあれば私たちに話してくれ。やつらから離れろって言って。黒い精霊が。君はその幻想から抜け出さなければならない。やつら俺らを。そこまで。あの方の状態が不安定です。俺の言葉を聞いてくれ。俺が消えるとお前の命も保証できない。なんだなんだ、理解するのは難しいが。まるで時間が止まったような。目を覚ましている。文明、崇高な犠牲、封印、名役、誰かが残したメッセージだ。大丈夫ですか、ヘダ。一足遅かったか。どうしたの。形変わったぞお前。この力は黒いオーラで記憶を失ったもののようだな。ジーに知らせるのがいいだろう。なるほど、こういうところで成長してくんだなお前が。相棒が。古代人の知恵は知れば知るほどすごい。一旦と話す。経験がだんだん道を見せてくれるはずだ。大丈夫か。よかった、遅すぎたんじゃないかと思った。覚えているぞ友よ、俺はエダンだ。どうやらあんたに闇の精霊が宿ったようだな。もしかして最近変な現象があったりしないか。ある、黒いやつがつきまとってくる。古代人エダンに関する記録で最初に登場して以来、闇の精霊が宿った人々の記憶がいくつかあったんだ。古代人エダンってあれじゃないの、オープニングムービーで出てきた子じゃないの、もしかして。ちょうどここでもエダナに関する記録を見つけたから、一度見てみるかい。多分あんたにも役に立つはずだ。君をここに導いたのは運命なんだろうな。
よし、というわけで今日はここまでにして、次回ね、その石碑をね、あ、これだね、これ周りにあるやつを調べるんだと、うん、そうすると多分このね、エレンウェンがどうしてここに来たのかみたいな、ちょっとだけ謎が解明できるんじゃないかと、わかんないよ全然、うん、というわけでね、こんな感じで、黒い砂漠ちょっとストーリーをね、うん、まあ追いかけながら進んでいこうと。レベル50まで行くことになるかな、まず最初の目標としては、まあクエストをどんどん進めていけば、まあいずれなるみたいな話を聞くんで、まあそんなに難しいことじゃないです。とりあえずストーリーをね、まあ進めてればいいでしょうと、まあいう感じでしょうね。というわけで、じゃあ今日はここまでにいたしましょう。長時間のご視聴ありがとうございましたね。これから始まる黒い砂漠、ぜひ継続的なご視聴お願いいたします。というわけで、お疲れ様でした。ごきげんさよなら。お疲れ様です。